今回は、ブラウザ上でデータベースの中に入っているデータの中から複数のデータを取り出すという方法について学んでいきましょう。今ですね、こちら左側に受験者、右側に合格者という列がありますが、この左側の受験者の中で任意のデータをクリックすると、そのデータが右側の合格者に反映されるという形ですね。こちらを作っていきます。で、追加していった後に消していくと、そのデータが消えて、さらにクリックをすると、下の方にですね、どんどん新しく追加をされていくという仕組みを整えていこうと思います。なお、今回使っていくのはカスタムステートという機能を使っていきます。カスタムステートについてですね、ちょっとよくわかんないという方は、別途ご用意している講義ですね、こちらを参考にしていただくと、理解がですね、非常にスムーズに進むかと思いますので、まだですね、わかんないという方はそちらもぜひ参考にしていただければと思います。では、早速始めていきましょう。今ですね、こちらが初めのですね、キャンバスという状況になっておりまして、今からの、はい、ページが表示されております。ワークフローも何も入っていないという状況ですね。で、これから一から作っていきますが、まず初めですね、こちら、プラグインを一つ入れる必要があります。プラグイン何かというと、こちらですね、このアイコンですね、チェックボックスのアイコンを導入するためのプラグインを入れていきます。で、プラグインはですね、名前はイオニックエレメンツというものですね。イオニックという形で検索をしていくと、もう出てますが、はい、このイオニックエレメンツというバブルが作ったこちらのプラグインですね、インストールしていきましょう。で、これ、イオニックかアイオニックかわかりませんが、はい。まあ、どっちでもいいかと思います。まあ、イオンですね。イオン的な、そのなんか、ちっちゃい要素を扱うということを意味したプラグインとなります。で、今ですね、インストールしましたので、このあたりに、イオニックアイコンとかですね、下の方にイオニックチェックボックスといったものが表示されております。で、ここからですね、早速作っていきましょう。まずはですね、左側にデータを並べていくという形を作っていきますが、あらかじめですね、私の方で、こちらユーザーのタイプの中にですね、データを入れております。で、データ何が入れているかというと、こちらですね、名前と、あとはこちら。画像ですね。こちら入れています。で、この2つの情報を入れるために、元々のデータタイプの中にですね、2つの情報を追加しております。テキスト情報としてフルネーム、そして画像ですね、イメージ情報としてプロフィールイメージという名前で2つのフィールドを追加しておりますので、まだ追加してないという方は、追加をしておいてください。で、この上でデザインに戻ってきまして、新しく作っていきましょう。まずはじめに、グループですね、こちらを入れて、そのグループの中にリピーティンググループを入れていきましょう。で、その上でですね、この中に、先ほどのですね、ユーザーの画像と、あとは名前ですね、こちら2つの情報を入れていこうと思います。まずは画像をこの辺にペコッと入れてですね、あとはテキストの情報もこの辺に、はい、ペコッと入れていきましょう。そして設定をしていきます。ダブルクリックをして、対象とするデータを出したらですね、ここに入れていくのは、ダイナミック動的なデータとなりますので、こちら、ダイナミックイメージというところをクリックしまして、で、こちら、カレントセルズスイングを設定していきますが、こちらですね、その前に、失礼しました。この元々のデータですね、データっていうのは、このリピーティンググループ、ユーザーにしましょうかね、ユーザーということを設定しまして、こちらのリピーティンググループの中で、どのタイプの情報を掴んできますかと。で、その情報をこちらに個別のセル、個別の、グループ、個別の要素ですね、個別のエレメントの中に入れていくという形で設定を進めていきます。ですので、こちらですね、グループ、リピーティンググループのところをまずクリックした上で、タイプオブコンテンツとしてユーザーを選んでいきましょう。で、データセース、ソースに関しましてはですね、こちらはユーザーのすべての情報をまず取っていきますので、Do a search for としてユーザーとします。これでですね、この制約、コンストレント、いろんなですね、フィルターとかかける必要ありませんので、ここまでで OK です。そうしますと、こちらのですね、リピーティンググループユーザーというエレメントの中に複数のユーザーの情報が入っています。で、その情報を個別のセルの中に表示するということをしていきます。で、まずですね、こちら、1つ目のセルに関しましては、ダイナミックイメージとしてですね、カレントセルズユーザーズプロフィールイメージということを設定していきましょう。このカレントセルっていうのは若干ややこしいんですが、これがですね、まさにこの後ろの元々のリピーティンググループで取ってきたユーザーの中のこの一つ目のユーザーですね、を示しているという形になります。二つ目に関しましては、この二つ目の、現在のこの二つ目のセルのユーザーのプロフィールが入るという形ですね。で、こちら次に名前に関しましては、カレントセルズユーザーズフルネームですね。こちらの設定をしていきましょう。これで OK かと思います。で、これでプレビューを押してみますと、どうなるのかというと、はい、こんな感じで、顔写真とですね、名前が入ってきました。
で、もしですね、これ表示されないという方は、これ最近ですね、ちょっと変更になったのかわかんないですが、若干これちょっと困った変更なんですが、このプライバシー設定ですね、こちらで、なんか変なルールが入っている場合があります。このルール入っている場合は、とりあえず消してしまえば、OK です。削除するというボタンがあると思いますので、そちらクリックしましょう。そうしますと、見えるようになります。すなわち、デフォルトではですね、このサーチして出してきた情報っていうのは見えないような設定になっている場合がありますので、そこは注意をしていただければと思います。で、あとはですね、この、リピーティンググループの表示ですね、このバーティカルスクローリングっていうのは、このスクロールバーですね、こちらのバーを表示するんですが、これがですね、あまり美しくないので消していきましょう。もともとデザイン自体全然凝ってないものなんですが、はい、ちょっとですね、見た目若干整えるということで、はい、調整していこうと思います。で、ここからですね、今回の、肝ということができますが、その肝の前にですね、この右にアイオニックチェック、イオニックですね、イオニックチェックボックスを入れていきましょう。はい。入れていきました。で、これで改めてプレビューを見てみますとどうなるのかというと、こんな感じです。チェックボックスがバッと入りました。で、これクリックするとですね、このような形で、はい、つけたり外したり、トグルという形ですね、で設定がすでに完了しているという形になります。で、ここで設定をいろいろしていきますが、まずはじめにこちらチェックボックスデフォルトの状態ですね、これに関しましてはチェックとではなくてアンチェックと、はい、チェック外れているという状態にしていきましょう。で、この上で何をしていくのかというと、この中でこのチェックボックスがチェックされた場合に、カスタムステートの設定をしまして、そのカスタムステートの、中にこのチェックされたデータのユーザーの情報を都度格納して足して入れていくということをしていきます。これ言葉ではなかなか難しいんですが、ね、カスタムステートがちょっと分かってないと結構ややこしくてよく分かんないという形になってしまいますが、平たく言うと、そのこのデータの中にですね、準備されていない新しい仮のフィールドを作っておくというイメージですね。そのフィールドの中にデータをバンバン入れていくという形になっていきます。で、そのですね、仮のデータを作っていくにはどうすればいいかというと、こちらの対象とするエレメント、このエレメントに、カスタムステートを紐付けるという形で設定をしていきますので、今回はこのリピーティンググループユーザーというところに、カスタムステートの設定をしていきます。で、設定をするにはですね、このリピーティンググループユーザーを設定した上で、この i というボタンですね、こちらをクリックしましょう。そうしますと、エレメントインスペクターが出てきますが、この中にですね、アットはニューカスタムステートという記載があります。こちらクリックしましょう。そうしますと、新しいですね、カスタムステートを追加することができます。で、ここでですね、今回設定していくのが、合格した人ですので、アプローブにしましょうかね。はい。で、これでステートタイプがですね、ここユーザーという設定をするというところも覚えていきましょう。このステートのタイプ、これは対象とする、データですね、こちらがユーザーを対象として、その中で複数のデータをですね、こう保存するための仕組みを作っていくということで、ユーザーの設定をしていきます。で、このユーザーの情報っていうのは複数取っていきますので、マルチプルエントリーズ、リスセルジザリストというところもチェックボックスを入れていきましょう。これでクリエイトしていきます。そうしますと、こちらのエレメントに新しく、こちらアプルーブドという、カスタムステートの設定をすることができました。で、ここでですね、次に設定をしていきますが、バンバン進めてしまいますが、こちらですね、ユニックチェックボックスをクリックしたので、ミークリックしてですね、ワークフローの設定をしていきましょう。で、はじめにですね、こちらどの場合にアクションを起こしますかという設定をしていきますが、このエレメントチェックボックス A がどの場合か、この This Ionic Checkbox is checked とですね、はじめはチェックされていませんので、チェックされたときに何をしますかという設定をこれからしていきますが、何をするのかというと、カスタムステートの設定をしていくということをしていきます。これはエレメントですね、エレメントオプションズのところで、なんでエレメントかというと、そのカスタムステートはエレメントに紐付けて設定してきたからですね。で、セットステートという形にしていきます。で、対象とするエレメントは何かというと、リピーティンググループユーザーですね。こちらの、エレメントに先ほど設定したカスタムステートですね。はい、アプローブドという設定したカスタムステートが表示されています。で、ここにですね、バリューを設定していくんですが、先ほど設定したのは複数のユーザーのデータでした。ですので、ここの設定が非常にちょっとややこしいんですが、順番にですね、見ていっていただければと思っております。まずですね、はじめの、これはですね、プログラミングにおけるデータを2を足していくというようなイメージですね、持っていただくとイメージがきやすいかと思います。リピーティンググループユーザーとエレメントですね、エレメントの、アプローブドという、カスタムセットですね、これもともとのデータ、変数があって、その変数に、P をして、プラスアイテムですね、足していくということをしていきます。何を足していくのかというと、チェックボックスが入った場合に何をするのかというと、そのチェックボックスに入ったユーザーの情報、
まあ、オブジェクトと言ってもいいかもしれません。その情報を入れていくということをしていきます。こうすることによって、チェックボックス入れたデータがですね、どんどんつどつどこの、アプルブロというカスタム制度の中に入っていくという形ですね。で、これで設定が完了ということができます。で、戻っていきましてですね、これで右側にですね、新しい設定をしていきましょう。新しい設定というのは設定、こちらのアプルブロというカスタムステートの中の情報を表示するためのですね、仕組みを作っていこうと思います。まあ、それ自体はそこまで難しくはなくてですね、こちら設定していくのが、まずは同じようにグループをですね、こちらに作っていった上で、で、リピーティンググループをこの中に作っていきましょう。はい、そうしたらですね、同じように設定をしていくんですが、今回もまずはですね、こちらのリピーティンググループ、アプルーブにしましょうかね、アプルーブとします。タイプオブコンテントは、こちらがですね、何かというと、ユーザーですね、ユーザーの中のこの中のリピーティンググループ、ユーザーですね。こちらの、アプルーブルという設定をするというところ、これもややこしいですよね。まずユーザーの中のですね、何を取ってくるのかというと、こちらリピーティンググループユーザーというエレメント、このエレメントの中のアプルーブルですね。このアプルーブルっていうのが何かっていうと、設定したのが、これオブジェクトの設定、タイプを設定したときにユーザーの設定をしたというところを覚えているでしょうか。ですので、こちらデータソースをですね、このように設定しても、複数のユーザーの情報を取ることができますので、まあ、そこが生じていないということができます。で、こちらでですね、チェックをした情報、カスタム制度の情報が、こちらのですね、エレメントに紐付けられましたので、そのデータをあとは都度表示していけば、OK という形になります。あとですね、同じように、こちら左側と同じように設定していけば問題がありませんでして、まずはですね、イメージですね、こちらを、はい、入れた上で、インサートダイナミックデータとして、カレント、セルズ、ユーザーズ、プロフィールイメージとしていきましょう。あとは、テキストですね、右側にテキストを追加していきまして、こちらの設定に関しましては、カレント、ユーザーズ、フルネームですね、こちらの設定をしていきましょう。そうすると、これで、はい、表示がちゃんとされるかと思います。ここでですね、一回確認をしていきましょう。プレビューしていきます。そうすると、左側にですね、ユーザーが出まして、チェック入れると、右側にですね、こんな感じで、はい、表示がされました。で、ここでですね、ちょっと問題がありまして、何かというと、このチェックボックス外してもですね、消えないということが、これ、見た通り分かるかと思います。まあ、これは、なぜかというと、もう、その通り、設定してないからですね。ですので、ここの設定をしていきましょう。この設定自体はですね、あまり難しくはなくて、同じように設定をしていけば問題はありません。ワークフローとしてですね、新しく設定をしていきますが、はい、こちら。エレメントの中でですね、こちらの value is change のですね、同じように、はい、これ、ユニックチェックボックス is value is change ですね、この要素、同じように持ってきます。で、ユニックボックス is value is change という形になりました。これ、違う、中身が入った場合は、こちらで変更することができますので、はい、今回ですね、この、ユニックチェックボックス A というところをクリックしていきましょう。で、同じように設定していきます。only for n としてですね。で、この this ユニックチェックボックス、isn't check とですね、ここ、逆のパターンで設定していくということを忘れないにしましょう。で、そうしたらですね、あとは同じようにセットステートをしていけば OK でして、エレメントアクションの中のセットステートとしまして、対象とするエレメントは、リピーティンググループ、こちらのですね、ユーザーですね。このユーザーにセレクティッドが、はい、紐づいているということを忘れないにしましょう。こちらですね、グループアプローブドというグループに、これはカスタム制度を設定していません。あくまで設定したのはこちらですね。一番初めの全てのデータが入っているグループですね。こちらですので、それを忘れないにしましょう。であと同じように設定していきます。こちらの中のですね、リピーティンググループ、ユーザーのアプローブドからマイナスをしていきます。マイナスアイテムとして、で、カレント、ユーザーじゃないですね。カレントセルズユーザーですね。こちらの情報を消すということをしていきます。つまり、チェックボックスが外されたユーザーの情報を、このカスタムステートから取り除くという設定をしていくというものですね。で、これで設定が完了かと思いますので、プレビューをしていこうと思います。そうすると、足していくことができますが、外すとですね、こんな感じで消えていって、はい、必要な情報だけをですね、このような感じで取ってきたり、はい、消したりすることができるようになりました。最後ですね、こちらの細かい見た目は、整ってないし、左側のですね、合格とかっていう情報も入れてないんですが、これで主なですね、今回の実装の目的は達することができたかと思いますので、今回ですね、こちらで完了という形で、動画のですね、講義を終えようと思います。まあ、こういったですね、少しちょっとテクニカルな部分ではあるんですが、だんだんですね、慣れていくと、こういったのも使いこなせるようになっていくかと思いますので、ぜひともですね、一緒に実装してみていただければと思います。